こんにちは、ネコニラでございます。スアレスがね、出まして、またね、これは別の日に蹴ったやつなんですけれども、ほんとその流れを維持していきたい。10クレ開けていきます。いきますよ。吉田麻也、もう JT はね、とりあえず、まあ、2.0 とかで追加になった時に丸山選手が出てくれることを本当切に願うばかり。マルセロ、弾丸クロス、3クレ目。いやでもなかなかいい感じで来てると思うんですよ。ハウメ・コスタ、まあ良さげカードは、まあそうですね、グリーズマンとスアレスということでやってます、やらせていただいてます。誰？マティップ。あ、やばい、マティップ。これが5クレ目。誰？よいしょ、ビクトル・ルイスかな。はい、おう、1,2,3,4,5,6 クレ目。ミランダ、まあ、ミランダって聞くとですね、まあまあミランダですよ、ミランダですけど、私はですね、まあ、ホイレンスとかバーチャットとかバロータとかヒメネス、ヨーガとか、そのあの辺をね、思い出しちゃうんですね。わかる方コメントください。あっ、今日のお堅いカード、ドン、エジル、これですね。これエジル、どうなんだろう、トランスフォームトランスフォームまあでもどこにでも置けるっていうのがいいですよね。エジルは右も左も置けるから使いやすそうな感じはする。使う予定ないんですけど、まあ全白でドイツ縛りをね、立ち上げることになったわけですよ。ゲルマン部隊をね、あのリーネハイに向けて、でそれを育成し終えたらですね、まあその残りがで、まあ、ドイツの、まあ、U5R を、まあ、パートナーがね、いいのついてきたらやろうかなと思ってるんで、これはぜひ使いたいですね、このエジルは。ラスト10クレ目。はい、ポーリー。ということで今回は、エジルでした。エジルの後ってなんか、あ違う、これパック終わりなんだ、そうだ思い出しました。ということでまた次回お会いいたしましょう。